革命家職業革命家職業革命家とは、革命家を正式な職業とするもの。ウラジーミル・レーニンは著作、何をなすべきかで、革命を目指す党は、少数精鋭の前衛党であるべきで、その党は、職業革命家により構成されるべきとした。この党組織論は、マルクス・レーニン主義の共産党の組織論の一つとなった。 ロシア革命において、メンシェビキはドイツ社会民主党を模範として、大衆に開かれた党を主張したが、ウラジーミル・レーニン率いるボリシェビキは、大衆に開かれた党は、関係に開かれた党であるとして、職業革命家による少数精鋭の前衛党を主張した。ドイツには、結社の自由や言論の自由があったのに対して、ロシアにはなかったことが理由とされた。 職業革命家により構成される党では、党員、または幹部は党に先住指導より給与を受け取るが、一般の労働者は党員にはなれず、党からの指導を受ける立場となる。メンシェビキのほか、カール・カウツキーやローザルクセンブルクなどは、マルクス主義者の立場から、このレーニン主義を批判した。10月革命の成功によるソビエト連邦の成立と、 後のヨシフ・スターリンによるマルクス・レーニン主義の定式化により、この職業革命化による党組織の理論はマルクス・レーニン主義の党原則の一つとなり、コミンテルンの系譜に属する各国の共産党などで採用された。反レーニン主義の立場からは、この原則は権威主義や大衆抑圧となったと批判している。ザプリミティ m i t i v e n e s s of the e c ー n o m i s t デボリューショナリーズ。ホワット・イズ・ツー・ビー・イ・ドーン世界の名言百選。ソクラテスからビル・ゲイツまで迷路の同票。私の戦後史と、日本共産党論フォーカス。日本共産党資料館。C 委員長の幹部会報告。日本共産党。2007年11月8日。新聞赤旗。2008年1月28日。新聞赤旗。ありがとうございます。